ヒカルさんと宮迫さ,さんがあの、ググっていう、あの、焼肉のレストランをなんかお互いにお金を出しして、渋谷で始めるっていうので、あの、渋谷のこんなところにあるんだっていうので、内装とかかっこいいおしゃれとか、絵とかかっこいいみたいなところで始まって、あの、お金を出すヒカルさんも宮迫さ,さんも、その店初めて来てるんですよ。その後に、じゃあ肉試食してますっていうので、最初の肉は結構美味しかったみたいで、あ、いいじゃん、美味しいじゃんってなるんですけど、3食目ぐらいから空気悪くなるんですよ。 宮迫さんが、えっと、お店の飲食系のコンセプトを宮迫さんが担当で、ヒカルさんが多分広報宣伝担当だったっぽいんですよ。これまずくねとか、いや、これないでしょみたいな、あの、食い物の文句をヒカルさんが言い始めるんですよ。で、宮迫さんが確かになと思いながら、それは俺の責任だから一緒に文句を言うことができないっていうので、すごいなんかあの、 口数少ないんで,すよでびっくりするぐらい口数少なくてもうめちゃくちゃ面白いんだけど僕が見る限りあれはガチで失敗してます、ね、演技でやってる場合であればひかるさんは要はその誰が責任者で担当者かっていうのはそのメンバー分かってるわけじゃないですかでもこんなにひどいものを作るやつは外した方がいいよねは演技でも言っう 言えないはずなんですよ。要はあの演技でわざとまずいもの出してるんだったら、その担当者の人の人生が今後まずくなるわけじゃないですか。要は変な料理を出すやつっていうのをのチャンネル登録者数何百万人のひかるさんに言われたってなっちゃったら、その後飲食店やってけないじゃないですか。だから、そのわざとストーリーでやってるんだったら、そいつのせいだとかやる気がないとか、そいつは味がわからんとかって言わないはずなんですよ。で、それをひかるさんが言ってると。 で、これが、笑いとして変えるんだった。宮迫さんが、いやいや、言うても、みたいな、笑いとして変えるんだったら、まだ成立するんですけど、もう宮迫さん、終始黙ってて、あの、口数めっちゃ少ないですよ、ね。あれ見て、あこれ、ガチだな、と思って、宮迫さんのね、あの、俺、責任あるじゃん。だから、まずいよねって乗っかるわけにもいかないけど、でも、まずいというのを認めないわけにはいかないっていうので、ずっとテンション低いんですよ。で、光さんは多分ね、どっかのラインで切り替えができちゃって、 このプロジェクトは失敗したと。で、失敗した以上は、もうこれはクソだっていうので、面白いネタにして動画の再生数を伸ばした方が、まだマシであるっていう。いや、自分でも出資してるから、損してるんだけど、これを下手に擁護する、して、損を拡大させるよりは、むしろ面白動画にした方が、より再生数伸びるっていう切り替えをして、どんどんバッシングし始めの方向に行くんで、それもそれで面白いですよ。 であこの人切り替えうまいなと思っていや本来であればそのチェックしないお前が悪いって話なんですよあるいはひかるさんがこれまずいとかって言ってるんだけどいやいやいやお前のせいだろってのはあんのねでただそのひかるさんが安く美味しいお肉を提供したいって言い出しちゃってるんですよでそうするとじゃあ価格は、まあ、安くって言っ2万円コースで2万円らしいんですけどコースで2万円で満足できるものをきちんと出そうとすると削れるのってもう 食べ物の原価しかないんですよ。安い肉を仕入れて、安く売るしかないんですよ。これ失敗するパターンだなと思ったのが、一頭牛を買いましたと。いい肉を出そうとすると、その高級な部分だけ買うっていうのができなくて、一頭牛を買って、それをばらすっていうのをやると、割と、あの、いい肉がそれなりに安いんだなんで、提供できる可能性があるんですよ。 でもそれをやっちゃうと、その血抜きがきちんとできないので、あんまりその肉の見た目が良くならないんですよね。要は血が残っちゃってるので、ちょっと赤黒い感じの肉になっちゃうと。 なので、そのきちんとバラして、その枝肉にして、その状態で保存してっていう形でやれば、まだうまくいくんですけど、一、ま、頭、あ、丸々なので、そ,のそもそもの,あの部位に分けて冷凍するとかもできませんよ、冷蔵するとかもできませんよっていうのがあって、結果として、あんまり見栄えの良くない肉になっちゃったんですよね。安く美味しい肉を作ろうとすると、見栄えが悪くなってしまうと。で、そこでそのヒカルさんが言ってたので、いい肉だけを買えと。いい肉じゃないものを買うなって言ってたんですよ。それ、基本不可能なんですよ。 あの、カレー屋とかタピオカをやるんだったら、全然あの、僕、インフルエンサーがやるのありだと思うんですけど、飲食店で、さらにね、肉とか魚とかね、あの、鮮度がかかるものはね、どうやっても儲かんないんですよ。で多分やるとしたら、もうヒさんと宮迫さんが自腹切って、もう本当にその、いい部署だったら、100万でも買うわっていうので、金出すっていう形じゃないと、あのビジネスモデルは成立しないんじゃないかなっていうのを、思いました。はい、すいません、長くて。